西インド諸島のセントクリフはさほど大きな港町とは言えないが、荒くれのクジラ鳥たちの寄港地として有名な町だった。あれはもうかれこれ2年前のことだなよ。私が一等航海士となって3度目の航海の時だった。最後の寄港地セントクリフで私はその噂話を耳にしたのだ。一本足さね、なんとたまげたことよ。クジラの背中に飛び乗りやがった。一本足でだぜ。両足つけた俺たちがブルってるってのによ。その一本足の森内はブルーサンダーに一人で立ち向かったのよ。ブルーサンダーっておめえ、ありゃ誰も手を出さねえ暴れ者のはぐれクジラだぜ。くーくー、一本足のやつは森をこう大きく振りかぶってよ、ズブリ。ブルーサンダーの急所をめがけて深く突き立てた。ブルーサンダーの吹き出す血潮で海も空もそんだけばっかりは真っ赤に染まったように見えてよ、一発だ。その一本足の一発で暴れ者のハングレクジラはただのランプの油になりやがった。私は一等航海士ジム・ホーキンス。さっきあなたが聞かせてくれた話、一本足の男の話、その人の名前を知りたいんだ。もしやその人はジョン？知らねえんだ。その一本足は無口な野郎でよ、船にいる間ついに誰とも口を聞かなかった。名前も知らねえし年も知らねえ。そうさな、頭は真っ白だったからもう50も半ばを過ぎたって頃かな。変わったやつでよ、ジャワの東マラトラって小島に船が近づいた時プイッと船を降りちまった。誰にも別れを告げずに。マラトラと。にしてもだ、あんな勇気のあるクジラ鳥は後にも先にも見たことがねえ。ありがとう。これジャマイカでは一番上等のラムです。すまねえな、こんな上物を。その一本足があのジョン・シルバーだという確信はなかったが、私はすぐにその島を探してみようと思った。しかしながら私がその島にたどり着くことができたのはさらにその6年後のことであった。そして私はその島で一本足と結婚したという女性と会うことができた。優しい人だったよ。名前は知らないよ。でも私あの人のことをいつも夕凪と呼んだよ。夕凪？夕凪になるといつも決まって海を見ていたから、海の向こうを、サザンクロスのもっと向こうを。そしてね、言ってしまったよ。どこへ？海だよ。決まってるよ、男だからね。海へまた船に乗ってね。島を出ていく日にくれた俺に。あげる、お土産。待って君、これはね、これは絶対人にあげてはいけない。これは君がもっと大きくなるまでちゃんと持っていなければいけない。今はなんだかわからないものだと思うけど、いつかわかる。いつかきっとこの地図がどんなに大切なものかわかる。夕凪って人はきっと君が素晴らしい男になるようにと、この地図を、多分夕凪にとっては命より大切なこの地図を君に置いていったんだ。僕は確信した。この島にかつてジョン・シルバーがいたこと、いや
もし全くの別人だったとしても、あのジョン・シルバーにそっくりな男がここに確かに存在したこと。いつか途切れた後悔に一心、風に吹かれてめくれてく。Bye.